え、皆さん、お疲れ様です。さあ、ライトと申します。えー、今回なんですけれども、えー、っと、た多分ミッションが、えー、っと、ログ、まあ、ミッションの方かな毎日のミッションクリアみたいな感じで、えー、っと、ガチャチケットが毎日1枚ずつ配られてたと思うんですけれども、まあ今日で、えー、10枚なりましたので、えー、こっち側の志願がらと、えー、トロス側と、まあ10連ずつ、えー、っと、なんかとどろけなんとか、 ガチャみたいな。<laughs> えー、を、えー、10連ずつ、まあ、やった後に、えー、こっち側で、えっ、ー、と、一応ね、ちょっと12、三3連ぐらいかな、あのー、勧誘、ちょっとできるんで、こっちで10連、勧誘12、三3連、うん、えー、で、トロストでチケット10連みたいな感じで、えー、今回は、えー、やっていこうかなと思います。というところで、えー、ガチャガチャの方見ていきましょう。えっ、ー、とね、何やったっけあなんか、全然ちゃうかったな。熱 <laughs> き拳、とどろく規制。 うーんー、ガチャみたいなね、えー、やつなんですけど、これのチケット、えー、10枚ゲットしたんで、引いていきましょう。まあ、内容はまあ、まあ、前回触れてるんで、まあ,あ、れですけど、まあ、これで、下のユミルとクリスター、まあ、2枚引っこ抜いて、えめでたく終わりましょうというとこで、早速、行きましょうか。うん。はい。もう、ぼっちばっかりね、最近、エレン君。大丈夫寂しいんちゃうそろそろ。<laughs> はい、行きましょう。まあ、 ね、この10連で出たらラッキーぐらいで、えー、引かないとね <laughs> しゃあないですけどまあ出なさそうですねこれに関してはうんまあこれ,これ以降はまあ引かないかなはい最近のガチャ皆さんどうですか引いてますこの辺の どうでしょうメイコーガチャ。ま、あこの今を引いた厚木拳ガチャ。この辺はね、衣装がね、結構ね、可愛らしい衣装してるんで、それも含めて狙ってるみたいなね、方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけど。あ,ーあとはこの辺かな。うん、どうですかね。なんかこう、めちゃくちゃぶっ壊れてるっていうような印象のガチャガチャなかなか来ないっすよね。 三笠に関しては防御とあの防御型とか防御にすごい、えー、数値が振ってるというか高くなってる方からするとすごいダメージが出ると思うんで、えーまあ、ロマン的なやつはあると思うんですけどうん、普通はあんま出ないよね。<laughs> キャラもね、多分ね。まあ、そんなこんなで、えー、次来るキャラがね、まあ、復刻が来てるんで、次新規なんかのガチャがおそらくは来ると思うんですけど、まあ、そんな話してる前に、 あのー、介入していきましょうか <laughs>、えー、まずは前衛からいきましょう。大体星3がほとんどです。えー、星4がちょろっとだけ混じってるかもしれませんけど、うん、3星3ベースで弾いていきたいなと思います。まあ背景キャラなんかくれたらいいんやと思ったらいきなりエレン。俺はナイスすぎ。<laughs> ありがとうございます、えー。座標エレン。まずは初手座標エレン。 で、あとは、金背景のね、エレンだとか、まあ、その辺も欲しいっちゃ欲しいけど、まあ,あ、わよくばいね、星さんはね。うん。まあ、これが通常運転でしょう。まあ、ラッキーやったね。初手から紫座標エレンか。座標エレンゲットしたっていうのは、かなり美味しいのでは。えー、でも、突できたかな。まだできたかな。34ぐらいかな、今。うん。なんかそんなんやったよう、ね、な気がする。あんまり覚えてないですけど。はい。 この辺星らさんはラスト。えー、と星4が1回はいけたんで、あ2回いけるね。はい、行きましょう。まあ,あ、そんなんでね、えー、やってってますけど、これ、だから最近こっち側のガチャガチャがね、まあ、ちょっとね、しんどいんで、<laughs> うんいいキャラ欲しいなと思うんですけど、ただ、その、育成のね、の素材がなかなか、えー、まあね、厳しい状態なので、まあ、熟練とかの、ねうん、あとスキルとかかな。 スキル書とかは、あの、余ってる方は中にはいらっしゃるかもしれないですけど、はあ、まあ自分は全然ないんで、スキル上げをかなり厳選しながらやっておるという形で、まあ、お話ししているとサクッと勧誘が終わったんですけど、まあでも、12、3連で座標、えー、エレン、うん、引っこ抜けたっていうのは大きかったかな。はい。というところで、えー、トロスト側、えー、行きましょうか。 はい。ということで、えー、トロストカやってまいりました。う、えーん、四川市内の方では、うん、あのー、ダメだったんで、こっち側の。うん、結局、石使って、えー、向こうで2,30連でチケットで、まだ、あ、計両方合わせて50連ぐらいかな、してると思うんですけれども、えー、3体ともピックアップ出ずなんで、まあ、ここらでね、締めていただこうか。エレン君。どうした <laughs> どうしました最近。なんか全然、ほら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 。全然、なんかやる気ないじゃないですか。うん。まあ、でも、この辺にやる気、バリバリ出されても、ね、あのー、ほんまの大事なところで欲しいっていうのはあるんで、うん、そういった意味では、あのー、上向きと。<laughs> 無理やり感は否めないんですけど、うん、あのー。ここぞというとこのね、ガチャで、あのー、本気出してくれたら、あの、いいんで。 まあ全部本気出してくれたら一番いいんだけど、まあ、ね、なかなかね、あのー、そうはいかないと思うんで、えー、最近の、まあガチャガチャではあまり結果が出てないんですけれども、次の、まあ次ぐらいの新規ぐらいのね、ガチャで、もしかしたらこのいいのがね、まあそのビジュアル的にも性能的にも、まあキャラ的にもと言ってもいいのかな、とは。まあ、そういったキャラが出るのではないかと、まあ勝手に個人ながら、個人ながらって個人的には思ってるんですけど、<laughs> あーどうかな。まあ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 、期待していきましょうか。 うん最近のガチャなんかね、あのー、何ていうかな、あのー、面白みがあんまないですけど、<laughs> まあ面白みを一番感じてないのはもう、この何を隠そう、あのー、自分本人なんですけど <laughs>、あのー、今のね、現存のキャラたちを、まあねえー、育成しながら、うんあのー、戦力をね上げていきたいなと思いますけれども、まあ、その戦力と言うところですね、まあ、こっちのレベルに、あのー なんていうかなトロスト恩恵みたいなやつがねあのなくなったんで、えー、しかももうその間に皆さんガンガン戦術レベル上げていってる中その中がなくなったんでだいぶねあのスピードダウンみたいなねと,、あのー、ところでなかなか戦術レベルが上がらない日々が続いてるのかなと思うんですけれども。うん、あのー ちょっとね、上がんなかったら結構ね、うん、しんどくなるかなと思うんですけど、えー、あのー、こっちで出会った人とかもたくさんいると思うんでね、えー、そういった方と楽しんでいって、えー、ブレードでもね、盛り上がっていってくれたらいいのかなと思うんですけども、まあ、その、何、話に付随してですね、まあ、ちょっと個人的なって言ったらおかしいですけど、自分が所属させていただいてる、まあ、連合があるんですけれども、まあ、の子という連合なんですけれども、ああ一瞬なんですけど、まあ、ちょっと、なんか、ほんま個人的な、自慢って言ったらおかしいですけど、あれですけど、 ほんの一瞬だけね、あの、連合1位になりましてですね。はい。あの、バッチリスクショもできたみたいなので <laughs>、記念になったかなと思います。まあ、そんな感じで、あの、いろんな楽しみ方あると思うんで、えー、今後もね、まあ、志願品、トロスと共に、うん、あの、自分も動画投稿頑張っていこうかなと思いますので、えー、よろしくお願いしますと。というところで、えー、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。